畑豊助畑豊けから1933年2月4日は日本の内務官僚、政治家、衆議院議員、卓務大臣、海鮮問屋、東京深い副議長、畑玄助の長男として東京築地で生まれる。東京府立市中、日本中学校、第一高等中学校を経て、1896年7月、帝国大学法科大学政治学科を卒業。 内務族となり、内務省参事官室兼検知局勤務となる。同年11月、文官高等試験に合格。1897年5月、福井県参事官に就任し、愛媛県参事官、千葉県参事官、神奈川県参事官、官業課長を歴任。 1905年4月から翌年5月まで欧州に出張。帰国後、1906年7月、長崎県事務官第1部長県第3部長となり、さらに同県内務部長を務めた。1912年3月、秋田県知事となり、さらに徳島県知事を務め、1915年1月に休職し、翌月、伊岸面本館。 1915年3月、埼玉県第1区から第12回衆議院議員総選挙に出馬し当選。以後、1932年2月の第18回衆議院議員総選挙まで連続7回当選した。1919年4月から1922年6月まで停戦時間を務める。加藤公明内閣では、1924年8月に海軍政務次官。 1925年4月に初代商工政務次官に就任。1927年7月から翌年5月まで立憲声優会幹事長を務める。1931年12月犬会内閣の卓務大臣に就任し、1932年5月5.15事件後の内閣総辞職まで在任した。国密生命保険相互会社取締役も務めた。 ありがとうございます。